皆さんはこの風景見たことありますか？これは行き交う車をカウントする交通量調査。でも実はこれもう古いって知ってました？弊社では交通量調査のをする技術で新たなビジネスを創造しています。交通量調査で新たなビジネスを創造？それって一体どういうこと？そのガッチリの裏技を視聴者の皆様に大公開。企業によって課題は様々。 IoT 導入事例を見ればガッチリのポイントが見えてくる。こんにちは、私がアイテックの代表の東出です。本日はようこそいらっしゃいました。やってきたのは株式会社アイテック。こちらの会社では橋やダムなどの構造物の検査、調査、診断などを行い、社会インフラの保守・点検業務を行っています。その特徴は、物を壊さずに物の中を調べるという非破壊検査。見えないものを見るをテーマに街の健康を守っています。 IPEC では SDGs の理念をとても大切にしています。 SDGs の課題解決を経営課題として取り組んでいます。橋や道路などの社会インフラの老朽化は年々進んでおり、今後はなるべくお金をかけずに効率的に安全安心を守っていく必要があります。そのために必要なのが交通量調査です。え、交通量調査？交通量調査といってもこれじゃないんです。この IoT を使った交通量調査なんです。あらゆる道路や橋梁の交通量を調査することによって町全体の交通量が見える化できるんですね。で、その見える化できることによって都市計画であったり社会インフラの維持管理などに利用することができます。従来の交通量調査だと調査員の確保、作業時間の長さや調査員によるデータのばらつき、さらにさらに夏の暑さや冬の寒さといった労働条件の問題など課題が山積み。しかし IPEC ではこれを IoT の力でがっちり解決。弊社では IoT 開発部を立ち上げて、ソフトウェア、ハードウェア開発および実証実験を繰り返すことによって、今回新たな製品を完成させました。それがこちらです。こちらが IPEC のガッチリポイント、 AI エンジン内蔵型カメラです。このカメラに内蔵された AI による画像解析で車や人をカウント。そのデータは IoT 開発部により開発されたプラットフォームへ自動送信されます。これなら交通量調査を無人で行えるんです。つまり人件費のコスト削減、調査員の作業リスク低減、さらに内蔵された赤外線カメラにより夜間計測も可能。計測データはクラウドでリアルタイムで確認ができます。この技術が新たなビジネスへ。弊社では交通量調査の測定データを集積する技術で新たなビジネスを創造しています。ビッグデータを活用したデータビジネスです。例えばですね、駐車場の出入りをカウントして混雑状況を把握したり、渋滞緩和のための基礎データとして使用したり、データには本当に様々な利用方法があると思います。社会インフラを守るところから始まった IoT の活用、 IoT で私たちの暮らす地域をもっともっと元気にできる。 IPEC はIoT を使った交通量調査でガッチリ。 IoT のことをもっと知りたい方はこちらをクリック。